株式会社日立ビルシステムは東京都千代田区神田和寺町に本社を置く日立グループで昇降機の設計開発、製造、販売、メンテナンスを軸に建物の総合管理等を行っている企業日立グループ内では HBS と呼ばれておりインターネットのドメイン名も hbs.co.jp となっているマーケティングブランドはビューエルケア以前は 日立グループ提供番組世界不思議発見のミステリーハンターとして知られる竹内カナイを起用していた TBS のサンデーモーニングと世界不思議発見でのみ放送されているテレビ CM は公式ウェブサイトのテレビ CM ページにてフラッシュビデオ形式と Windows メディアビデオ形式で公開されている2011年までは ビューエルケアの日立ビルシステム。CM を占めていたが、翌年から、日立インスパイアーザネクストで占めている。2019年現在、上りのみ、世界最高速エレベーターの記録を保持している。CTF 金融センターに納入したエレベーターの、上り分速1260メートルイン、下り分速600メートルインである。到着アナウンスは、旧機種から、 アーバンエース第6期目前半まで一貫して中村慶子が担当していたが同期主行機以降の到着アナウンスは音声合成を使用したアナウンスになった。男性アナウンスは村山明が担当している。また、ビル ASD 型までは都兵ブザーが設置されていたが、次第にブザーに対する不評の声が大きくなっていったため、 ビルエピ p 型よりブザーは設置されなくなり、既存のエレベーターに対しても、更新時にブザーが撤去されるケースが増えているが、後期ビルエース以降でもドアブザーが設置されている例がある。代表的な商標については以下の通り。標準型公共施設用4人乗り家庭用特注型リニューアルエスカレーターアナウンスは、エレベーターと同じく男性アナウンスは、 村山明が担当している。ありがとうございます。